つなぐ光になる。いつか私たちをつなぐ光になる。プレイヤー高野わきあいあいチャンネル、はい、ということで改めましてプレイヤー高です。ナミネスキル4プレイしていきましたけど、いかがだったでしょうか。まあ先月にね登場したコイン稼ぎ化け物積むということなんですけど、今まで動画に出せてなかった点といたしまして、自分がプレイで強さがあまり実感できなかった。それも最初のうちはいけても、スキル4でせいぜいソコイン5000ぐらいが最高で終わってたんですよね。そこであることを意識して何回も練習してプレイした結果、今回まあ3500枚ぐらい、上乗せできました。はい、そのあることについて今回はね解説していきたいなと思います。あくまで個人差があるんで、今回のタカみたいに伸びるお方やそれ以上伸びる方、そんなに伸びないよっていうお方、様々だと思うんで、今回はなかなか結果が出せない方を対象に説明させていただきますんで、それを先にお伝えさせていただきます。タカが意識して飛躍的にコインが伸びた点はこの3点となります。1点目、丁寧になぞるべからず。2点目、数多くなぞろう。3点目、ボムはスキルで作ってよい。この3点をこれから1点ずつ解説していきます。まずは、この丁寧になぞるべからず、これをどういうことを言ってるかというと、そのダメな例の動画がありますんで、そちらを見てください。いつか私たちをつなぐ光になる。
はい、見ていきましたけど、これはかなり大げさにやってます。はい、でもこんななぞり方皆さん知ってませんか？結果ね、これ3なぞり分しかねできてないんですよね。スキルマックスでだいたい5なぞりできるみたいですけど、今回のスキル4では4回ギリギリなぞれますんで、それをね今回目指して頑張ってみてください。それを目指す方法として、大胆に上の方で適当にねぐるぐるっとねなぞる方法がございます。これも一応手元動画があるんで、そちらを参照してみてください。ではどうぞ。はい、という感じでぐるぐると適当になぞると、こんな感じで4回なぞることができました。やり方は分かったということで、次にどうやったらこんな感じでなぞれるのか、それは次の項目の多くなぞろうで解説いたします。はい、ということで、それでは多くなぞろうということなんですけど、ここではスキル4の上限4回を目指してなぞる方法を解説していきます。ナミネってほんとシンデレラの真逆で、質の良い早いなぞりではなくて、雑に素早く多くなぞるということがね重要になってきます。ここで話す内容は1の項目で話した内容プラスアルファと思ってください。まずはどうやって4回なぞれるようにするのかというと、2回目以降のなぞりはスムが振り終わる前からなぞりに入る感覚を覚えることです。それをするためには、振ってくる瞬間、ナミネまたは空を盤面で捉えて、ぐるぐるげし、はい、という感じになってます。それを再び動画を交えながらこれから解説していきます。はい、ということでスロー再生でお送りしております。はい、まあスキル発動して、まずこれ1回目、で次2回目、ここスムが振ってる最中にもうナミネと空を見つけて、もうチェーン仕掛けてますよね。はい、これが重要です。はい、もうこっからもぐるぐるですわ、もう。はい、こんな感じで、はい、この感覚を忘れないでください。相当なヘマをしない限り、あなたに4回なぞりは、可能と思っててください。はい、という感じで皆さんが4回なぞりがこれでできたとここで仮定して、次の説明に少し早いですけど移りたいなと思います。それでは最後の項目3点目、スキルが溜まったけどボムが作れんかった、作ってからスキル発動しなきゃと思ってタイムロスした経験ないですか？たかもね、4回なぞりはコンスタントにできてるのに、こういう時間ロスでコイン枚数が伸び悩んだっていうねケースがね非常に多くありました。確かにスキル前にボムを作っておくのはセオリーなんですけど、どうしてもタイミングが合わず無理だったっていうケースがねよくあります。そんな場合は時間ロスしてまでスキル前に作らなくてもね、スキル中に作ってしまえばいいんですよ。解説前のプレイ動画でもタカはねボムなしで何回かスキル発動を行ってました。その中から抜粋してこの場面なんですけど、チェーンしてボムを作るところはあったんですが、ここでスキル発動しちゃいます。しかしここでナミネットソラの3、4チェーン、ショートチェーンですね、それを使うことによって、まあボムがあったかのようにこういう感じで4なぞりができちゃうと。また運が良ければタイムボム発生できるんで、さっきの動画でね、ちょこっとできてたと思うんですけど、
ワンチャン秒数伸ばせるチャンスということにはなるんですが、あくまで時間ロスしてしまいそうな時の最終手段なんで、狙って実行する必要はありません。セオリーなのはボムを作ってからスキル発動するようにしてください。プレイヤーたかのわきあいあいチャンネル。はい、ということで解説していきましたけど、いかがだったですか？実際動画も交えて解説していきましたが、他者と似たようなことを言ってる箇所もあったと思うんですけど、本当にこれでタカはコイン枚数を伸ばすことができたんで、同じように実行してもらえたら伸びるところはね、出てくると思います。運営さんはすごいツモを出しましたね。このタカのスキル4 8700枚っていう記録は、他の方は万枚超えしてらっしゃる方もいらっしゃるんで、タカはまだまだですね。はい、でもやっぱり希望に満ち溢れてるツムだと思います。しかも時間効率も、現ツムの中ではナンバーワンなんで、先月ゲットされた方はどこまで伸びたかなどのね、コメントもお待ちしておりますんで、コメントいただけたらなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。動画の方は以上になります。またの動画ライブでお会いしましょう。